やあパーティースター、夏に風の便りが舞い込んだぞ。これは遥か遠い東の国からの伝承の物語だ。新しいパーティーパスが8月23日にリリースする。スターカードを購入しパーティーパスをレベルアップすれば、新ヒーローランの他にキューピッド伝承者スキン吉祥、ラン伝承者スキン青龍、ランのヒーローバナー飾り、それから様々なスキン報酬やたくさんの資源もゲットできる。風を操り接近戦を得意とするランは追撃能力に優れ、攻撃範囲が広い、移動速度をアップできる風の陣法も使えるんだ。東の国からやってきたランはバトルで電光石火の伝説を作るに違いない。レジェンドシーズンのパーティーパスには2種類の伝承者スキン、キューピッド吉祥とラン青龍のほか、同シリーズのリボーンステージ、そして様々なヒーローバナー飾りも。このチャンスを見逃すな。レジェンドシーズン8月23日正式リリース。